チュニジアディナールはチュニジアで利用される通貨単位 ISO4217 コードは TND 補助通貨はミリームで1ディナールは1000ミリームディナールの使用は1958年に決定され1960年に導入された以前使われていたフラントは1000フランイコール1ディナールで交換されたフランスフランは1958年に切り下げられたが ディナールはそれに追随せず、センフランイコール1、ディナールという為替レートはすぐに変動した。しかし、0.42ディナールイコール1アメリカ、合衆国ドルというレートは1964年まで固定で、その後0.525ディナールイコール1ドルに切り下げられた。このレートは1971年まで固定された。2019年11月7日にはデジタル化した。 EDR が最初のトランザクションを行い、世界で初めて中央銀行によるデジタル通貨となった。20ミリイム効果1960年、アルミニウムの1ミリム、2ミリイム、5ミリイム効果と真鍮の10ミリム、20ミリム、50ミリム、100ミリイム効果が発行された。1ミリム効果は2000年、2ミリム効果は1983年に、それぞれ発行が終了し、今日では、 ほとんど目にすることはなくなった。1968年、ニッケルの0.5ディナール硬貨が発行された。1976年にはより小さな白銅貨に変わり、同時に1ディナール硬貨も発行された。2002年には、バイメタルの5ディナール硬貨が登場した。10ディナール紙幣1960年、チュニジア中央銀行により1、2ディナール、1ディナール、5ディナールの紙幣が発行された。 1969年には10ディナール紙幣が登場し、1973年には1、2ディナール、1980年には1ディナール紙幣の生産が終了した。一方20ディナール紙幣は1980年、5ディナール紙幣は1993年、30ディナール紙幣は1997年から流通し始めた。チュニジア人は値段を言うとき、ディナール単位で言うことは、 ほとんどない。例えば、50ディナールの商品は5万ミリームという。この習慣は、高い値段のものでも変わらず、7万ディナールのものは7000万ミリームと言われる。ディナールを輸入、または輸出することは、法律で禁じられている。北アフリカの国を立つまでは、1000ディナールを超える業外も禁じられている。チュニジアを出国するときには、500ポンドを超える現金を持っていないことが求められる。 ありがとうございます。